早くしないと。追いつかれるわけにはいかない。見つけないと。愛の戦士。ほんとマジありえないわ。パンツが線路に落ちていたせいで電車が遅れるなんて。やば、もうこんな時間。急がないと遅刻しちゃう。急げ急げ。ごめんなさい。学校に行くのに急いでてうっかりぶつかっちゃって。あれ、相手は人間。こっちこっちだよ。パンツ。私が見えるの？人間。うわ、パンツが喋ってる。頭を打ったんだわ。やっぱり私が見えるんだ。やっと見つけた。言葉を交わせる人間。愛の戦士。愛の戦士。間違いない。君だよ。パンツを愛する人。愛の戦士。本当に頭を打ったみたい。早く学校に行かなきゃ。自分をよく見てみてよ。いつの間にパンツに変身したの？パンツに変身できるってことは君が愛の戦士だという証明だよ。敵が来てるから続きは後で。私にこんなことをしておいて無事でいられるなんて思わないでよね。待って、両手で引っ張らないで。暴力反対。破れちゃう。うわー。
ちんと説明してよ。それともまた罰を受けたい？やめて愛の戦士。実はこういう事情で。パンチをリーダーとする愛を得られないパンチたちが人間を洗脳して侵略しようとしている。人間は洗脳されるとパンツしか愛せなくなっちゃうんだ。そんな愛認めるわけにはいかない。だからパンツの計画を阻止すると。その通り。心から湧き上がる愛、それがパンツへの本当の愛だ。飛躍しすぎ、全くついていけないわ。それじゃあどうして私はパンツに変身したの？パンツへの愛を力に変えてパンツに変身できる人間、それこそが愛の戦士なんだ。からかってるの？本当だよ。自分の力を信じて愛の戦士。しまった、窓の外を見て。私たちの居場所が敵に見つかったみたい。嘘でしょ、またパンツに変身してる。いや、これは私の力を見せるチャンス。これなら君も私を信じるはず。パンツに変身しさえしなければ何でもいいわ。私に任せて愛の戦士。きっとパンチを止めてみせる。奴の計画が成功してしまったら君だって永遠にパンツのままかもしれないよ。わかった。永遠にパンツのまま？ちょっと待って、そんな大事なこと先にちゃんと説明してよ。愛の戦士、見てて、きっとうまくやるから。行くぞ、正しい愛のために。人気のパンツだけが得られるものだ。
の理想はもっと偉大な愛なのだ。人の自由な好みに任せない、どんな種類だろうと全てのパンツへ向けられる愛だ。そんな愛認めない。君と戦うことになるなんて思わなかったよ、島パンツ。どうやらあの技を使わざるを得ないようだ。パンジ様の仲間になった時、すでに覚悟を決めていたさ。かかってこい。助けて、愛の